て戦乱が頻発した時代区分である。世上の不安定化によって室町幕府の権威が低下したことに伴って守護大名に代わって全国各地に戦国大名が台頭した。両国内の土地や人を一円支配する傾向を強めるとともに領土拡大のためたの大名と戦闘を行うようになった。こうした 戦国大名による強固な両国支配体制を大名両国制という。応仁文明の乱以後の乱れた世相を、当時の公家が古代中国の春秋戦国時代の乱世になぞらえ、戦国の世と表現したことに由来する。一条金吉が文明12年に表した、商談地用の 諸国の守護たる一連直を先とすべきことの情に、守護両国政を指して、諸国の国師は、一人四仮面に過ぎず、当時の守護職は、昔の国師に同じといえども、死死孫孫に伝えて、治行をいたすことは、春秋の時の十二諸侯戦国の世の七尾に異ならずとある。また、この絵なお通りの日記、御法上寺。 小通後期の英称5年4月16日上に、戦国の世の時のご年とある。に、異ならず、の、時のご年という直由表現からも明らかな通り、当時の公家が使った、戦国の世という語は、直接的には古代中国の戦国時代を指していた。武田信玄の、公衆ハッ次第代の第20条に、天下戦国の上は、 所持を投げ打ち武具の用意寛容たるべしとあり、当時の武家も自分たちが生きている時代は戦国であるという自覚を持っていたことが伺える。ただし、江戸時代にベストセラーとなった日本外史でも巻十一に降りて戦国にいたり、この辺を脳の群裕の,の若ち療するところとなりこれに教えて後戦う者は武田、神杉よりかぐるはなし。 故に我が国の兵の姓はこの時に決まるとある。漢文で書かれた日本外史でさえ戦国という語の出現頻度は意外に少ない。庶民が慣れ親しんだ講談や落語などでは元気転生の頃といった表現の方が一般的であった。日本史の時代区分としての戦国時代という述語が一般でも広く使われるようになるのは明治維新以後である。 戦国時代の四季と周期についてはいくつかの概念がある。室町時代末期から安土桃山時代にかけて、政権にちなむ時代区分と並行して戦国時代と呼称される。慢性的な紛争状態が続いた時代だが、毎日が戦争状態にあったわけではない。室町幕府によって保障されていた古い権威が否定され始め、守護の支配下にあったものや、 信仰の実力者などが、新しい権力階級にのし上がり、両国を統治していくこととなった。中には、家臣が名手を追放して下国上により、地位を手に入れた者もおり、様々な経歴の戦国大名が登場する。機内中央から、全国各地の地域に及ぶそれぞれの実力者同士の、利害衝突に橋を発する衝突が広く、日本各地で行われ、 旧来の上位権力による制御が困難となった。このような永続的な衝突を可能にする背景は、貨幣経済の浸透と充実により、国がや、荘園の統治機構や機内中央の首都経済の需要のみには依存しない、地域経済が急速に、質量ともに発達していき、それまでの無名の庶民が様々な形で成功を収めることができる。 経済成長期であったことにあり、在地の経済や文化の発展が時代を支えていた。社会構造が急速かつ大幅に変質していき、従前の社会体制の省円高流性を支えていた。食の体系が崩壊すると、それに伴って省円高流性も、この時期に、ほぼ境外化した。経済の急成長に伴い大量に発生した。 信仰地主や信仰商人が紛争の絶えない時代に、開拳や内外の通商を通じて発展して、貨幣経済をさらに拡大する中で、自らの実力にふさわしい発言力を社会に対して要求した時代でもあった。こうした、経済発展と頻発する、武力紛争に対応して都市部では町、農村部などでは、創村という重武装した信仰の自治共同体が、 それぞれ町人身分と百姓身分の一期契約に基づく団体として、自制、発展を続け、武家領主たちの統治単位も、旧来の国家領や省園を単位にしたものから、これらの町村へと移行する。戦国大名の両国もこの町村を背景にしたものとして組織されたものであり、後の幕藩体制や近代の地方自治体もこの時誕生した町村を、 基盤とすることとなる。長教3年3月の足利義直の没後、翌遠徳2年7月に将軍位に就いた足利義材は将軍主導の先制政治を展開した。遠徳3年に再び六角成伐を行い、その後明王2年2月には畠山氏の内紛に介入し、河内申請を行った。しかし、同年4月、 吉シとの関係が悪化していた、細川正元らが、名王の政変と言われるクーデターを起こし、新たに、足利義澄を擁立し十一大将軍に据えた。吉シは正元により幽閉されたが6月に脱出し、畠山久信の守護勧告の越中へ逃亡した。吉シは、北陸を拠点に、列島各地へ、 上落作戦への奉仕を呼びかけ、吉種が同座した北陸では、越中守護大、神保朝廷のほか、能登守護、畠山吉宗、越前守護、朝倉忠景、加賀守護、富樫安だからが吉種に、標準の姿勢を示した。さらに、西国の初大名からは、大友氏、大内氏、菊池氏、島津氏らも吉種に加勢し、吉住、正元は、 吉シの多数派工作の前に苦境に追い込まれていった。このように、名王の政変を契機に、将軍家は、吉シタ家と吉住系家の二系統に分裂した。王人、文明の乱語も、各地の大名、武将たちにとって将軍は自分たちの統領、集うべき中核であると認識されていたため、この対立は、地方での抗争と連動し、列島規模で紛争を引き起こしていくことになり、 冥王の政変は、戦国時代の開始を告げる重大な政治事件と、目されている。伊勢総意義種に標準した、北陸の大名の中には、越後守護の神杉坊邸も含まれており、越後上杉氏出身で、山内上杉氏を継いでいた、上杉秋貞も吉種に味方した。伊豆守護でもあった秋貞は堀越久保の足利、茶々丸を庇護していたが、 この茶茶丸を吉住の指示で伊勢総意が攻撃したため上杉氏と伊勢氏との争いが始まった。両者の対立は戦国期、関東の中心的な政治対立として長く続いていった。このように中世後期の日本列島は騒乱状態に陥っていったが、地方の武家領主にとって騒乱状況になればなるほどむしろ幕府の動向。 公権力との関係が重要になり、中央の政治対立がそのまま地方の状況に反映されるようになっていった。明王八年、吉種は北陸から上落作戦を開始した。一月、吉種方の久信は、紀伊から出兵し、河内十七箇所で、吉住方の畑山元家を打ち取り、吉種も、大見まで兵を進めたが、 六角氏に敗れたため同年中に、巣を大内義雄のもとへ渡る座した九州ではそれ以前から続いていた大内氏と大友氏の構想に、将軍家との関係が絡んで対立が深刻化していった。明王五年十一月に吉種派の将に、正助、高恒根府氏が、大内領の筑前に進行したのを皮切りに、吉住派と吉種派の戦いが始まった。 明王九年、大内氏と構想を繰り広げていた、大友近治は、吉種の巣王下校に伴い吉住派へ転向し、大内義弘、菊池の大雲、小西元、阿蘇これながらも同調した。吉住、正元方も、調略を行い、吉種の巣を渡る座後、越後守護の上杉ふさと終わり守護の柴ばと和睦して、北陸の吉種派を建成するなど、吉種、 吉住双方による多数派工作が列島規模で展開された。文紀元年うる6月には、吉住、正元は朝廷を動かし、吉沖に対して、おさむの臨時を獲得した。同じ頃、吉種派の大内氏と吉住派の大友氏が、無前で激突していたが、9月以降に、吉種が和睦朝廷を行い、停戦に合意した。栄昇元年12月。 畠山久信と畠山元家の後継者である畠山義秀の両畠山主が和睦し、両者とも足利義種方によどうし足利義住、細川正元に反抗した。これを受けて義種は永正3年2月に須王からの上落作戦を計画したが、それより早く永正2年11月に細川正元が両畠山氏を攻撃。 激破したため作戦は回避された。栄昇4年6月、正元は、後継者争いのもつれから細川澄之派の内主に暗殺された。天下無双の家に丹波、摂津、山と、河内、山城、佐抜土佐東守護なりと慶長屋の守護人国の丹波、摂津、佐抜土佐以外の国々にも支配を及ぼしていた、政元の死は、 新たな政治対立を将来した。すなわち、足利将軍家だけでなく、細川慶長屋もまた、住本家と高国家に分裂し、この構想は、各地方の紛争と連動しながら展開していくので、ある。大内義雄正本を暗殺した清野は、同年8月住本派の高国に打ち取られ、慶長屋の家徳は住本に定まった。しかし、 この京都での政変を後期と捉えた、須尾の吉種と、大内義之が、上落作戦を決行。これに住本との関係が悪化していた高国が合流し、永正5年4月、吉住と住本は、大見に没落し、代わって吉種が、将軍に復帰した。翌永正6年6月、住本方は、上落作戦を実施し、 住本法の三吉これ長は、大海から出陣し、京都を見下ろす匂い畑に着陣した。しかし阿波、佐抜では、京都の清掃と連動し、劇が発生しており阿波州は都会できず、敗れた住本は吉住を大海に残して、阿波に逃れた。住本は、永昇八年再び上落戦を開始した。住本陣営は、畠山宗州家の吉秀が、 ユ佐治政を派遣したほか、四国からは、細川政権、泉上半国守護、細川元常、淡路守護、細川昌春、張間守護の赤松吉村、その他、吉住方の大見勢も加勢した。これに対し、吉種、ね、高国、吉沖は、一旦丹波に退いた後、京都に進軍し船岡山で、住本軍を撃破した。 またこの合戦の直前、吉住は、大見で亡くなっていたため住本は、阿波に撤退した。住本は船岡山合戦後も京都復帰を伺い続けたが、細川重之と細川の持没後の細川、三周家建て直しのため、しばらく、阿波を離れられない状態が続いた。 しかし、英章15年の吉沖の帰国後、吉種と高国の関係が不和になった状況を捉えて、住本は英章16年に三度目の上落戦を開始した。住本は将軍の吉種を自陣営に引き入れることに成功したほか、四国勢、赤松市も住本に加勢した。住本勢の進行を止められなかった高国は、大見に没落したが、 住本に通じていた吉種は、京都に泊まり、栄昇17年5月1日、吉種は、住本の慶長や家徳の相続を承認した。しかし高には、六角氏と大見国人のほか、越前の朝倉氏や美野の時氏から派遣された部隊を、含む、総勢2万の軍勢で、反抗作戦を観光し、同5月5日、当時院の戦いで、住本法の主力である。 三好これ長を破り自害させ、六月には住本も、阿波で病死した。一度は高国を見限った吉種は再び、高国と共に政務に復帰したが、永生十八年に出奔し、大英三年に、阿波で亡くなった。足利義晴三好元長生を十八年、大英元年、高国は、阿波に出奔した吉種に変えて、針馬から足利義澄の長男。 足利義晴を将兵し十二代将軍に就任させた。大英五年、高国は家督を、着難の細川地規国に譲ったが十月に亡くなり、再び政務に復帰した。高国政権は、高国と細川家の内主との関係がこじれたことにより、崩壊に向かった。大英六年七月、高国は、 内ちの香罪もともりの阿波の細川澄本の着難、細川春元法への内通を疑い自害させた。これをきっかけに、元ともりの兄弟の旗の元木を、柳本賢治が高国から離反し、春元に通じ、足利義綱を擁する春元は12月に、機内へ先遣隊を都会させた。晴元方は上落戦を前に、入念な調略を行っていた。 高国派の田島守護、山名正豊を稲葉守護、山名豊寺に攻撃させ、同じく高国派の伊勢国士、北畠春宮を牽制するため、伊勢の国衆を高国不支持でまとめ上げていた。さらに、高国と懇意であったはずの六角士とも、縁談を進めるなど広範囲なものだった。春元勢は大英7年2月の桂川合戦に勝利し、高国は、吉春と共に、 大江に逃れた。高国主導の政治体制は崩壊し、同年3月に、境に上陸した、吉綱、春元の坂井久保夫と大江の吉春、高国が退治する、両久保体制が成立した。同年10月、吉春と高国は、大江の六角定より、越前の朝倉高志的と共に上落戦を行ったが、京都を奪還することはできず、 吉原と高国は再び大海に退いた。その後地方を流浪した高国は、強六三年に、針間の浦上村宗の支援を得て上落戦を開始。翌強六四年、高国と村宗は、摂津で、晴れ元方の諸城を攻略し、大海の六角差だよりも、高国に寄同し、上落の姿勢を見せた。劣勢になった春元は、阿波より、三好元長を召喚し、 高国、村宗と退治させた。元長は、高国、村宗と共に従軍していた張馬守護、赤松春正を離脱させることにより、高国、村宗正を崩壊させることに成功。天皇寺の戦いで高国、村宗正を撃破し、高国を自害させた。しかし、堺久保府内では、政権構想について意見の対立があり、 その結核防府は画界し、春元は、義妻ではなく義春を衰退することになった。三好長家天子春久高国政権と、堺井保防府の崩壊を経て、細川春元は政権を獲得した。しかし足利義春は、今日6年間以降、内断衆を組織して、新政政治を開始しており、細川氏の構想に対して、中立の立場を取るようになっていた。また、 大江の六角貞頼が政権内で発言力を高めており、幕府内での春元の存在感は希薄であった。天文年間の動乱は、機内の細川慶長家と中国地方の大内氏と天子氏の構想が連動しながら展開していった。春元は、大内をしたかと提携しに起こった、霊派の乱によりその関係は決裂していた、六角貞頼、山名優豊。 赤松春正、土佐一条氏も、春元、大内陣営に参画。一方、高国光景を称する、細川氏綱による氏綱派は、畠山種長、天子春久、秋武田氏、若狭武田氏、稲葉、山梨、河野氏、高祖河部氏,氏が連携して、春元、大内陣営に対抗し、機内、金国のみならず、西国をも含んだ動乱に発展した。 天文7年、旧公国派による、反抗作戦が現出し始めた。畠山久信の後継者である、畠山種長と山陰の天子春久が連携し、上落戦を計画。機内でも旧公国派による攻撃が丹波と、山城国の宇治で起こった。天文12年には、細川院剣の子である、細川宇治綱が、泉で挙兵。 天文16年に行われた、シャリジの戦いでは敗北したものの、翌天文17年に、晴元方の有力武将、三好長慶が、宇じつな方に転向し、宇じつな派の主力として、晴元に対抗した。長慶勢は、天文18年の江口の戦いで、晴元方を破り、晴元は、吉原の嫡男で12代将軍に分任されていた、足利義輝と共に、 大江に没落した。長慶は、当初、慶長や家徳を継承した宇治綱を衰退したが、その後自ら政治を主導するようになった。中国地方では、天文20年に春元派の大内義隆が、家臣の東春方に攻められ自害した一方、宇治綱派の天子春久は八カ国の守護に分任され、中国地方最大の大名に成長した。 翌天文21年には、将軍、義照が長兄とは僕がなりきらくした。しかし、それに反発した、細川春元は出奔し、なおも長兄に対して、抵抗を続けた。また一度は、長兄とは僕した、義照も、翌天文22年には再び対立し、義照は、春元と共に、東山霊山城に入城して、長兄に対抗したが、 破れて再度大海に滞在することになった。戦国史の研究では、16世紀半ばにそれ以前と以降で段階差が存在すると指摘されている。16世紀前半までは一国公権を持つ守護大名の前世紀であり、戦国時代とは言いながらも国ごとのまとまりは簡単に崩せないという常識が存在し、それぞれが互いの地域の秩序を認め合っていた。 また戦国期においても、この時期までは幕府が地方の有力大名に付加する一国平均役も存続していた。しかしこれ以降は、それまでと違い近隣の国々への出兵と領土拡大、奴隷狩りや略奪などを行う侵略的な大名たちが現れるようになっていった。足利義輝将軍、足利義輝の大見出奔後、三好長兄は、 被害の晴れ元方勢力を平定し勢力を拡大させていき、永禄4年頃には、阿波、佐乃淡路、摂津、泉、河内、丹波、山と、山城に加え張間の一部も、勢力下に置き最盛期を迎えた。一方、大海に筆足していた吉照は、永禄元年になって上落戦を完工した。長慶も四国勢を召喚して対抗したが、11月に、 六角吉方の仲介により両者は和睦し、吉輝の京都復帰が5年ぶりに実現した。気楽後、なおも一程度の全国の支配権を維持していた、吉輝は、地方政策転換の姿勢を明確に表した。それまで幕府は、九州では、九州短大の渋川氏を将軍に、最も近い権威とし、欧州では、欧州短大の大崎氏を、 地域の武家秩序の用として据えていた。幕府は天文十二年に大友義明が九州丹大部任に関する冷戦について脱信したり、伊達種宗が欧州丹大の部任を求めてもこれを応じることはなかった。しかし、永六二年、大友義重を九州丹大に、伊達春宗を欧州丹大にそれぞれ部任。さらに、 ヨシテルの京都復帰を受けて上落した、上杉謙信に対し関東官令上杉の政の身体について一任。A64 年ウルー4月、謙信は関東官令に就任した。こうしてヨシテルは、室町幕府を頂点とし、地方の有力大名を取り込む、新たな武家秩序を構築していった。しかし、A68 年5月、 長慶の没後三好家の家督を相続した三吉吉らが行った五所巻が争いに発展し、その中で義輝は討ち死にしてしまった。大田牛一筆の信長後期は織田信長の自責を扱う軍記にもかかわらず、永6の政変から記述を始めるなど、このクーデターが当時の社会に与えた衝撃は大変なものであった。永6九年には阿波から都会した。 足利義秀が機内に入り、義継を担ぐ三好三人衆は、義秀の将軍就任に向けて活動を始めた。これに対して、畑山高生を筆頭とした半三人衆方は、義輝の弟である足利義明を擁立する動きを活発化させ各地の大名に協力を求めた。さらに、義継や三好政権の有力武将だった。 松永久秀も三人衆と反目し、反三人衆方に転向した。こうして、吉秀擁立を目指す三好三人衆と、吉昭を将軍につけようとする畠山市、松永氏ら反三人衆方との政治対立が、紛争を引き起こしていった。上杉謙信は、反三人衆方の呼びかけにこうし、三好松永が一類。 ことごとく首を跳ねる決意を神仏に近い三度目の上洛を目指したが、当時武蔵をめぐって、北条氏と交渉中だったため上洛することはできなかった。その後、吉秀は、永六十一年三月に将軍に部任された。ただ、阿波出身で、幕府武行衆とのつながりを持っていなかった吉秀は、幕府機構を整備できず、上洛して、政務を取ることはなかった。 義秀は、摂津、富田の不問寺に泊まり続け、部員した同年9月には病没した。一方、永禄の政変の直後、山と幸福寺から脱出した義明は、逃亡先の越前から、諸国の大名に上洛への協力を呼びかけた。この呼びかけを受け、永禄9年に、義明を愚部し上洛する意向を示していた。 終わりの織田信長が、美濃の斉藤達之を討伐し、上洛への体制を整えることに成功したため、永禄十一年に上洛戦を実行した。擁立を目指してきた義明が信長と共に、上洛戦を開始したのを受け、半三陣衆方は、義明と信長に合流した。上洛した信長は、機内を平定することにより、天下統一を成し遂げ、同年十月、 義明は、第十五代室町幕府の将軍に就任した。一旦は、阿波に引き下がった三人衆だが、翌永禄十二年一月早くも反抗に転じ、本国寺に義明を吸収した。しかし、機内の各守後、奉公衆らによる幕府軍が奮闘を見せ、天下の性質を守り通した。義明機期の幕政は、足利義明が、 天下の政治を、織田信長は、軍事とそれぞれ役割を分担していっていたが、単独での将軍の警護を困難と判断した、信長は、永六十三年、元気元年一月、初大名、国衆による、共同衰退体制の構築を想定して、閣僚主に上落を促す、武家御用の触れ状を発した。しかし、越前の浅倉義景は、出資を拒否したため、信長は、 同年4月の吉陰に討伐を目的にした越前征伐を行ったが、浅井長政の裏切りにより遠征は失敗に終わった。6月には近、大江野村で、朝倉、浅井連合軍と合戦し、徳川家康と共に撃破したが、吉陰と長政は、その後、三好三人衆、本願寺、賢如らと、信長包囲網を形成し対抗した。信長は、 西方の本願寺と三好三人衆、東方の朝倉市と浅石からの圧力を受け、さらに甲斐の武田信玄も、吉陰らの催促を受け、元気三年十月二回から西方に出兵し、信長と、反信長方との緊張は増した。さらに将軍、吉明と信長の関係にも亀裂が入った。信長は、元気三年末から翌元気四年正月頃、義明に、 意見十七箇条を上呈し、義明の政務を厳しく批判した。同年二月、義明は、信長の成敗を目的に挙兵し、信玄も、抗議のご意向をもって、上落を目指した。だが信玄は四月、信州、駒場の陣中で病没してしまい、義明は七月に、山城、牧島で、信長に敗れ、京都から追放された。 天正に改元後の8月から9月、信長は、朝倉、浅石を滅亡させ、11月には、河内、和歌江城の三好義継も、信長軍に攻撃され自害した。こうして、室町幕府の時代は終わり、安土桃山時代に移行した。天下という概念は、本来的には領域を持たず、内部に、地理的な区分としての、国を含むものとされている。 しかし戦国期の日本国では、この時代固有の認識が存在していた。戦国期の天下は、漠然と日本全国のことを指して使用することもあるが、具体的には足利将軍のことを意味し、領域としては、京都を含むご機内のことを天下という。織田信長が永六十年以降使用するようになった、天下夫婦の印象も天下、すなわちご機内に、 将軍の支配のもとに性質をもたらそうとする意志の表明であった。戦国期、布教活動のため来日したイエズス会の宣教師たちが編纂した日本辞書は天下について帝国もしくは国主国あるいは日本の君主国と記している。一方の国家や国、お国は戦国、大名などが使用した言葉で国家とは国と 家が合体した言葉である。国は文国を意味し、その集合体が両国とされる。日本辞書に国家のことを国と家、または国と一族と記される通り、戦国大名による国家は大名か一族による支配が前提にあった。戦国期の国家には国民主権はなく、領民は戦国大名に服属し依存するだけの存在でしかなかった。 しかし戦国大名の国家には明確な限界が存在した。戦国大名は国家文言を一族、家臣、自社に対してのみ使用し、国人、国衆は大名の国家を受容してはいなかった。また後北条氏は領民に対しては国家の代わりにお国という言葉を使用したが、その範囲は文国全域に広く行き渡るものではなく、 ご法上史一門の直轄地に対して限定的にしか使用されなかった。天下と国家は領域の違いだけではなく、それを使用する足利将軍と戦国大名の政治的な次元自体が異なっていたとされ、将軍による天下の制度と大名による文国の制度が重層的に存在していたとされる。また、天下の事柄は、 国の事柄よりも優先され、大名が天下の平和のために尽力することは将軍への奉仕を意味していた。戦国大名は、そのほとんどが守護大名、守護大、国人を出自とする。国士や公家を出自とする者もいた。稀に、低身分から戦国大名となった者もおり、当時の風潮だった下国城の例とされることが多い。戦国大名は、 両国内に一元的な支配を及ぼした。この両国は高い独立性を有すると地域国家と呼び得る実態を持っていた。こうした戦国大名による地域国家内の支配体制を大名両国制という。戦国大名は両国内において必ずしも超越的な存在ではなかった。戦国大名は地域国家内の国人、 非官僚を家臣として組織化していったが、実のところこの国人非官僚が戦国大名の権力基盤となっていた。戦国大名は家臣である国人非官僚が結成した一機関係に支えられて存立していたのであり、国人非官僚の権益を守る能力のない戦国大名はしばしば排除された。大内方の戦国大名は鎌倉時代から。 代々土地を所有してきた由緒ある一族が、そのまま、戦国大名化したものが多い。例外は、若狭武田氏末裔を名乗る柿崎市で、津軽海峡沿いの中小豪族を統一した。大内法は、関東の騒乱にほとんど巻き込まれることなく、当然中央の清掃の影響も、ほとんど見られない。戦乱といえば、15世紀前半から、南部氏が、戦北。 数ズノに出兵、伊達市の河北地方への侵食など、領地争いが目立つ。笹川久保や雫石御所も滅ぼされるなど、東北地方といえど、平穏無事ではなかった。また、1522年、伊達種宗が、欧州丹大、大崎氏らを差し置いて、道の区守護職に着くなど、下国城の目は見られる。とはいえ、大宇地方の特に南部では、 両主間の婚姻が盛んであった上、大名に、後継者が、不在の場合には、一族の所流出身者よりも他の大名家から養子を迎えることが多かったのが、特徴的である。極端なケースでは、伊達春宗の着難が、外祖父の岩木重芸の後を継ぎ、足名森氏に敗れて、人質として差し出された、二階堂森吉の着難が、 当主の旧姓によって、急遽足なしの養子子として当主になるといったものがあった。このため、初代名の確執が合戦に発展した場合でも、どちらかが壊滅する前に双方と血縁関係にある第三者が仲介して和解に至るケースが多かった。1542年には、伊達種宗夫氏が家督の位置づけをめぐって争いを起こして、 血縁関係にある、大宇所大名を巻き込んだ平らに発展した。この乱の過程で、伊達春宗は、黒事日記との契約関係を再確認することで、他の大宇所大名に先駆けて、戦国大名としての体制を確立することに、成功した。これ以降、家督の相続をめぐって、相国のあった、阿名、田村、岩城西条、南部などの諸家では、 国人一揆と大名の契約関係の一元化により、戦国大名化を果たした。どの戦国大名も従来の大名に代わって、室町幕府に、軍権団、軍勢在則、単戦徴収等の諸権力を公認されることで、各地域の中心勢力を形成する。彼らは、新しい中央政権たる、豊臣秀吉の欧州仕置きによって、既得権益を追認された。 16世紀第4四半期の時点で、安藤氏が、秋田、三湖南部氏が、ぬかのぶ、欧州短大大崎氏が、大崎、加西氏が、留、め、宇州短大もがみ氏が、西条、村山、伊達氏が、忍ぶ、伊達、追玉、勝った、柴田、宮城、足名氏が、会津、山、大沼、川沼、西貫原、朝香、岩瀬、二本松氏が、足立、 田村氏が、田村、石川氏、白川、ゆうき氏が、白川、相馬氏が、行方宇うだ、し派岩いわき氏が奈良派、奈ら派岩木岩前菊田高において、安藤を実行した、発給文書が残っている。一般的に、大内法南部は、戦国時代の末期に、伊達政宗が登場して、軍事的才能をもって、地域統合を果たしたとされることが多い。だが、 実際には、その直前に、日立国の佐竹義重がこの地域の諸大名を参加に置いて、地域統合を確立しつつあった。正宗の家督継承は、佐竹氏が北上して、伊達氏と勢力圏が接する状況下で行われ、佐竹氏参加の諸大名に圧迫された性質の実家の救援に乗り出したことで、佐竹義重の欧州支配と対決することになり、 やがて自らがその地位を取って変わることになったのである。関東では、京都で、応人の乱が起きる以前より、京徳の乱、上京の乱、栄章の乱の三つの大乱が立て続けに起こっており、小学坊と関東関連三内上杉家、その所流の大喜谷上杉家が三つともえになって、派権を争った。今川氏地下のおじで、広告事情主、伊勢新九郎政治は、 伊豆国の堀越久保である、足利正友の死去に伴う内乱に乗じて、1493年に、実質、堀越久保の足利茶々丸を滅ぼし、伊豆を平定。その子孫が、北条氏を自称した。この北条氏と上杉氏が、関東の覇権をめぐって戦い、1546年、川越屋戦により上杉氏の勢力が衰えた。1552年、 北条氏が、小賀御所を制圧して、小学坊を掌握。山内上杉氏が上野を追われ長岡ゲ虎を頼った、ことから、北条氏と長尾氏とが関東をめぐって争った。関東官僚を継承した、上杉謙信は一時は、北条氏の居城小田原城を行為するも奪えなかった。この上杉氏北条氏の争いは全関東の諸豪族を二分すると、北条氏康と、 里見義高による河野大合戦など、各地で戦いを引き起こした。1579年、上杉謙信が死ぬと、日立の佐竹氏安房の佐見氏下屋の宇都宮氏などが、北条氏の侵攻に抵抗したが、北条氏の勢力拡大を抑えることができなかった。さらに欧州支配を進める伊達氏によって、佐竹義重は、南北両方面での戦いを余儀なくされた。 1582年の公衆征抜で、小田氏、徳川氏、御北上氏が、武田氏の会、信濃、駿河へ進行するが、同年に発生した、本能寺の変の後に御北上氏は小田氏との同盟を、破棄して、会、信濃へ、進行。さらに旧、武田領をめぐり徳川氏、上杉氏、御北上氏、真田正幸らの間で、天正神語の乱が発生し、会、 南信濃を、徳川市、北、信濃を、上杉市、上野を、御法上氏、沼田領を、真田氏が領することで、一応の和睦を見た。豊臣秀吉が総武事例を発した後の1590年、御法上氏の家臣による真田領への侵攻が、総武事例違反とされ、豊臣氏を中心とする21万人の連合軍を、前に、法上氏直は、 小田原城に牢城するもあえなく落城し後宝城氏は滅亡。ここに豊臣秀吉による全国統一が完成した。この時、北城寺見栄に就いた関東の多くの領主が所領を没収され、小山市や千葉市のような鎌倉時代以来の名家も姿を消している。1590年8月には関東に移し替えとなった徳川家康が江戸城に入城した。 その後、1600年の関ヶ原の戦いを経て1603年に、徳川家康は江戸に幕府を開き、豊臣政権から江戸幕府成立の過程において、佐竹市や里見市、宇都宮市などの旧来の勢力は天保をあるいは海域によって関東の地から姿を消す。 以後1867年の大政奉還、江戸無血会場まで264年間にわたり、江戸幕府の下で、政治、経済の中心として、江戸の町は繁栄する。明治維新後は、東京転倒を経て、首都機能を担い京に至っている。北関東北関東でも、京徳の乱、長京の乱、栄章の乱の三つの対乱の影響を受けていた。下野宇都宮市。 佐竹氏、結城氏が三つともえになって、派遣を争った。1506年に、英章の乱に誘発され、小学坊家の内紛が勃発。小学坊、足利正氏と、釈氏高本間の対立であり、正氏には下野の小山成長、日立の佐竹義春、下野の那須助夫さなどが支持し、高本には学府である、下野の宇都宮茂綱、下佐の結城正とも、 ゲヤのナススケチカ、日立の小田茂春、政治不死といった、足利高本の古学防揚率を狙う宇都宮、茂綱を中心とした、血縁関係のある勢力が中心となって支持した。内紛は、関東南部や欧州にも影響を与えており、南欧の岩木豊か、白川秋織が正氏を支持し、欧州の伊達種宗相模の北条総運、宇治綱不死 下唄の千葉が千田種、正種府市は高本を支持している。小学坊足利家と、緊密な関係である武家でも内紛が誘発されており、三内上杉家の内紛や下津宇都宮市の栄章の内奮が発生。さらには上那須市や白川結城市でも内紛が発生。この頃の北関東は、混沌としており、各地で戦闘が勃発した。戦国時代前期は、 宇都宮桜を克服した、下野宇都宮市の宇都宮茂綱佐竹の乱を克服した、日立佐竹市の佐竹義春が、北関東の覇権をめぐって争い、竹林の戦い、縄釣りの戦いにより佐竹市の誠意は一時衰えた。小学防家の内紛も、足利高本が勝利し三代目小学坊に、就任しており、宇都宮茂綱に擁立された形となった。 下野宇都宮氏は、正位拡大と近隣勢力の弱体化により、宇都宮製綱の台に北関東の派遣を制し、影響力を及ぼした。英章の乱に関わった、正宇治氏の勢力は一時減衰し、高本氏児の勢力は、御法上氏が北関東に進出してくるまで増大していくことになった。 また、1514年、宇都宮市の宇都宮茂綱が断絶中の上那須市に、介入し再興させようとしたが上那須市を乗っ取られる、ことを危惧した市も、那須市の那須助夫さは、早急に、上那須市を取り込み統一那須市となっている。下付宇都宮市は、宇都宮茂綱が没すると徐々に不穏な情勢になり、大英年間に、大英の内向が勃発。 不満を抱いていた重心の剥がし、塩谷氏,氏、笠間氏や同盟国の有城氏が手を結び、1523年に、有城正友は、猿山合戦で、宇都宮忠綱を破り追放し、宇都宮沖綱を当主に擁立した。下野家宇都宮氏は衰退し、ご北上氏による北関東進出あたりまで、河津団による戦王が続いていくことになる。この頃になると、 結城市の結城正とも、正勝府市や小田氏の小田政治の躍進が目立つようになる。古学坊は、当時の関東においては、上位権力であり、派遣を確立するためには、古学坊の移行は必要不可欠であった。そのため、宇都宮茂綱、北条氏治安、上杉謙信は、古学坊の擁立を行った。しかし、戦国時代後期になると、 関東諸大名の小学坊への求心力は衰え、上位権力は境外化している。佐竹市、統一那須市、小山市、下野家宇都宮市は、内紛の発生により後北上氏に大きく、遅れを取ることになった。その結果、関東諸勢力は、北条宇政の北関東信仰に対し、関東管理となった、越後の上杉謙信を頼っていくことになる。そんな中、 佐竹氏は度重なる内紛の中で着実に克服し、佐竹義明の代には勢力を回復。1558年、佐竹義明は、宇都宮城を乗っ取った、三仏な綱棒、綱夫氏の手から取り戻そうとしている、羽賀高笹に協力し、奪還の手助けを行った。その後は、宇都宮広綱に、娘の南医療院を嫁がせて、婚姻同盟を結んでいる。 戦国時代後期にはついにご北上氏が北関東へ進出。佐竹氏宇都宮氏小山氏らは上杉謙信を名手として期待し、一方、結城市、那須市、小田市、三伏などがご北上氏側につき2分となり、各地で戦闘が起こった。佐野市、皆川市、由良市などは勢力をうまく変えて、生き残りを図った。三伏は、当時、 三仏綱坊の弟の徳節祭集長を中心とした勢力が宇都宮市の参加に降るなど分裂しており、神ヌ城三分市が宇都宮方、三仏城三分市が北条方について対立していたが1576年に三仏直男、子、三仏義雄が徳節祭を打ち再統一を果たした。1579年、上杉謙信が没すると関東諸将は頭角を表した。 佐竹義重を名手にして、北条氏直の信仰に抵抗した。沼尻の合戦などで、御北条氏と戦うが徐々に不利になっていった。佐野氏は、佐野宗綱が討ち死にした後々北条氏による介入を、受け御北条氏の一門を新当主に迎え入れざるを得なくなり、さらに、小山氏の小山秀綱は、小山義運城を御北条氏に攻略されてしまった。そうした中、 佐竹氏は、合図の方へも、勢力の拡大を行っており、阿蘇名市を参加に収めたりしていたが、欧州から、伊達市の伊達政宗が南下してきており、南北から攻撃されるなど厳しい状況になっていた。宇都宮市も下河国南部が、ご法上氏に制圧され、宇都宮領が前線となった結果、那須市、三部市、港は白らによる攻撃や法上軍による、宇都宮城進行など、 過激化しており、宇都宮国綱は、宇都宮城から防衛に優れる滝山城へ本拠を移すなど深刻な状況になっていた。豊臣秀吉による小田原征罰が行われると、佐竹義重結城人も宇都宮国綱などはそれに従い、宇都宮市沖で所領を安堵された。しかし、小山市、小田市、三武市、大城市などといった勢力は姿を消した。 その一方で、大関高、蔵大田原春清、岡本正地か、水谷忠村などは、豊臣大名として独立し、那須助春も一度は改役されたが、大関高蔵ら働きにより、那須助影が、当主になることを条件に、豊臣大名に復帰できた。由良国重は、御北上氏に従い小田原城に籠もっていたが、着地の由良定重が、 豊臣方として参陣したため罪は問われず、豊臣大名として残れた。徳川家康の投稿に応じた、皆は博輝も秀吉に許され、豊臣大名として残れた。その一方で、宇都宮氏は、朝野長政、石田三成ら豊臣政権の内部争いに巻き込まれ、国高の偽装などを理由に1597年に、改役された。 佐竹氏も連座海役させられそうになったが、石田三成の尽力により海役から免れた。後進海国、品野国では、守護権力が弱体化し、有力国人が拡挙する状態となっていた。海野国では、海、源樹の流れを組む海、守護武田氏が、上杉全州の乱に加担して没落していたため、戦国時代に至るまで国内での構想状態に陥っていた。 一方、品濃国では、品濃府中に、品濃守護小笠原市、北新に、村上市、高梨市、東新に、運野市、安住に、西名市、諏訪に、諏訪市、木曽に、木曽市などの国人領主が拡挙していた。やがて、武田信虎が海一国を統一し、甲府を本拠地と定め隣国とのは僕も達成して、品濃信仰を開始するが、 着南の春の部屋重信らによる無本で1541年には、駿河国へ追放される。武田信玄は、信濃信仰を本格化し、交渉、新三国同盟を背景に、諏訪攻略をはじめ、小笠原氏、村上白は駆逐され、信濃は、武田領国化された。信玄は、信濃守護をね、北信号族を庇護した、越後の長尾とは10年余りにわたって、 公越対決を幾度も繰り広げた。その後、武田氏は交渉、春同盟を破棄して、桶狭間の戦い後に弱体化した今川氏両国への駿河進行を行い、やがては、尾張の小田氏、三河の徳川氏とも対峙する。信玄の晩年期には大規模な正常作戦を発動し徳川氏の三河へ進行するも、野田城攻略中の信玄の急死により途上での、 退却を余儀なくされた。1575年、三河の長篠城をめぐり武田勝頼軍と、織田信長、徳川家康連合軍の間で発生した、長篠の戦いで大敗を喫した武田氏は、両国の動揺を招き、1582年、武田氏に侵入していた木曽谷、領主、木曽義政の織田信長への寝返りに際して、 征伐軍を送った者の敗退し、武田氏の親族衆、穴山信君の違反を招き、織田氏の同盟者の徳川家康、北条氏政からも、両国への侵攻を受け、十分な迎撃もできず織田信忠軍に追われた、武田勝頼、武田信勝夫氏は、天目山で自害し武田氏は滅亡した。武田氏の滅亡によりかい、死なのは、織田信長の家臣。 滝川一真すらに分配されるが、本能寺の変が発生すると、ご法上氏が進行して、滝川氏は後退し、さらには空域化した、田医療をめぐり徳川氏や、ご法上氏、上杉氏、真田正幸らによる争いが起こり、海、斐、品野は乱を制した徳川氏が、北品野は、上杉氏が漁した。豊臣政権により徳川氏が関東に転覆されると、 シナの諸豪族も関東へ移るが、この中で、武大臣の真田氏など近世大名化した例も見られる。また、星名氏は、将軍、徳川秀忠の諸子、星名正幸が次小笠原氏は、武前小倉藩で、九州のおさえを認じられるなど、徳川政権下では重く用いられている家は多い。北陸越後国を、上杉氏、越中国を、神保氏や死因 の戸国を、畠山市、越前国を、浅倉市、加賀国を一向一騎らが、それぞれ支配していた。越後国では、上杉市から実権を奪った、守護大長尾市が台頭。その長尾市から誕生した、長岡ゲトラは、1576年までに、北陸地方を、ほぼ制圧した。越中では、 神保氏が当初敵対していた一向一騎と結ぶも、越後上杉氏、守護畠山氏、能登畠山氏の連合軍により制伐された。能登は守護の畠山氏が、長宇治らの重臣たちの戦王に苦しみ、内奮を繰り返した。1576年には、越後上杉氏の軍門に振り滅亡した。越前では、柴氏を追い落とした朝倉氏が一向一騎を退けて、 本拠の一条谷に慶の貴族を迎えるなど映画を極めていた。やがて、浅倉氏は1573年に、織田信長の信仰を受け浅井長政の援軍を受けて、戦うも、留坂の戦いで敗れ浅倉義景が自害し、浅倉氏は滅亡する。その後ろ前派義継を城代として、織田氏の日ご下に入るが、富田長重と、 浄土新州本願寺勢力が決託して、越前一向一揆が発生、一揆の持ちたる国となるも、傍観、下妻よりてるの戦王への反発等の内部混乱に、乗じて、織田軍が侵攻し一揆は2年で平定された。加賀国では守護都賀志氏を滅ぼした、加賀一向一揆が、本願寺王国を形成し、100年間の自治を行った。加賀国の一行一揆は、 上杉氏らとも争ったが、織田信長の家臣の柴田勝家軍に敗れ100年に渡る自治は終わった。その後一向一揆は、石山本願寺と信長の間で10年にわたって争いを続けた。東海、能美美濃国に、時氏が、尾張国と東東美国に、柴氏が、三河国に、松平氏が、駿河国に、今川氏が、一国一円割拠していた。美濃国では、 時氏の内部争いが展開されていた。斉藤利政はその隙をついて、主君の時よりのりに取り入り、1542年には、その主君を追放して、美濃国を手中に収めた。その後、織田の武で及びその支援を受けた、時よりのり、朝倉隆景が美濃へ進行するが、老城戦からの九州で、織田軍に大打撃を与えるなどして持ちこたえた。 あとに、斉藤道造は、織田信秀の嫡男、織田信長へ娘を嫁がせ、織田氏とは睦するが、1555年に、道三の子の斉藤義達が挙兵し1556年に、長良川の戦いで道造は義達に討たれる。1561年に、当主は、義達の子、斉藤達沖が継ぐ。 信長は5年の歳月をかけて、美濃攻略史1567年に、稲葉山次郎、岐阜城と解消し、翌年の上落に向けて新たな拠点とした。終わり国は、浅倉市の離反で、越前を失った柴市の本拠となっていた。この柴市が、浅倉氏との越前回復戦争に敗れた上に、京都での清掃にも敗れて力を失った。やがて国内では、 守護大、織田氏の傀来的存在となる。1554年には、その織田氏の権力構想に巻き込まれて切腹した、柴吉宗を最後に、終わり守護の柴氏は断絶し、以後織田氏が終わりを収めた。織田信長は上下の守護大に矢が両立する。織田一族の中では、下守護大家の所流に過ぎず、軍部業として、 本家を支える立場でしかない身の上ながら、上下両主五代の内紛に乗じて、終わり国主の座を奪った。桶狭間の戦いに勝利した後、今川氏から独立して、松平氏の丘陵の三河を回復した、松平元康と結ぶことで、身の攻略に専念。五年の歳月をかけて、身の国を、斉藤達之から奪うと、稲葉山次郎、を岐阜城と改名し新たな本拠として、 天下の経営に乗り出した。駿河国では、今川氏地下が、芝市から、東東海の支配権を奪い、1526年には、文国法、今川が名目録を定めて、両国支配力を高めていった。その後の今川義元の代には、松平氏の三河も支配下に収め、1554年には、海野国の武田氏や関東の北条氏と三国同盟を、 結び精神政策を強化し、尾張の一部へも勢力を伸ばしていた。1560年、桶狭間の戦いにおいて吉本が戦死し、今川氏真が後を継いだものの弱体化し、後に徳川氏、武田氏の駿河信仰を受け滅びる。三河国では、松平氏が、松平清康の代で半島を優位させるが、1535年の神山崩れによって清康が、 家臣に殺されると、事態は一変。駿河の今川氏からの講演なしに、家命を保てないほど弱体化してしまった。松平氏の人質として幼少期に、今川氏へ渡った、松平元康は、元服後は、今川氏の先方武将として、桶狭間の戦いの初戦にも参加していたが、桶狭間の戦い後に、今川両国の動揺に乗じて1565年には、 三河を平定、徳川家康と改名して、今川氏から独立して、小田氏と同盟を結ぶ。海の武田氏と密約を結んで、今川領を東西から侵食、1569年に今川氏を滅ぼした。その後、武田信玄が正常作戦を開始すると、三河の徳川諸領は侵食されてゆき、1573年の三方ヶ原の戦いでは、 徳川、織田両軍は敗戦を喫した。三河両も奪われ金の窮地に陥るも、信玄の死で武田軍の精神が頓挫する。1575年には長篠の戦いで織田、徳川連合軍が鉄砲の力を利用して武田軍を破ると、1582年の甲州征抜への参戦協力の功により、徳川氏は信長から武田両の尊み、 するがを得た。しかも、同年、本能寺の変で、織田信長が死ぬと、織田領である行進に進行し、勢力下に収めている。1590年、豊臣秀吉により、天下が定まると、秀吉より関東への違法を命ぜられたため徳川、家康は、武蔵国の江戸を本拠とした。やがて家康は、秀吉の死後に発生した、関ヶ原の戦いの勝者となって、 江戸幕府を開くことになる。初期の機内においては、足利将軍家と官僚の細川氏との抗争が繰り広げられた。山城国一揆などの国人一揆も抗争のバーツとして結果的に組み込まれている。ただし、この構想は、大内氏などを主体とする地方勢力が足利市を利用して中央介入を試みた側面が強い。細川氏が、 内部の権力闘争により弱体化すると、足利氏を補佐するという名目で、大江国の六角氏による介入が強まった。大江においては、佐々木氏の一族である北大江の京国氏と、南大江の六角氏が派を競ったが、京国氏は支配下にあった国人の浅井氏によって、実権を奪われ、以後は浅井氏と六角氏の争いが続いた。基本的には、 各国とも、室町幕府の定めた、守護大名が、そのまま、戦国大名化したケースが多い。彼らは、国人の衰退によってその地位が保たれたから、非常に、弱い立場でしかなかった。河内国の畠山市、田島国の山名丹後国の一色市、若狭国の武田市などは、周辺の諸勢力に国を奪われかけたり、家臣の内紛に悩まされながら、 しぶとく戦国時代を生き抜いた。伊賀国は忍者に代表される豪族が力を、持ち合犠牲で支配されていたほか、北部を六角市、南部を北畠市が緩く支配していた。木の国では、高野山、根頃寺、熊野三山などの自社勢力の力が強く、守護畠山市の支配力は限定的だった。キの地侍は連合して、根頃州。 最下州などの集団を形成し、宗教を盾に、地域自治を行った。伊勢国、島国では、南朝以来の伊勢国史である北家市が勢力を誇り、北畑春具の第二、戦国大名化した。先に述べた足利市や細川市の内紛は、六角市や赤松市、浦上市、畠山市、筒井など、周辺の豪族を巻き込んで行われた。しかし、 本格的な騒乱は、三好氏の政権昭悪以降となる。彼らは、両国の阿波国をはじめ、佐抜国、淡路国、摂津国、泉国、河内国、山城国、丹波国、山和国などを実力で支配し、それぞれ腹心をして支配した。しかしいずれの国も完全な統治はできなかったようであり、三好長兄の死後の混乱を経て、 織田信長の上落軍によって平定されていくことになる。初期は、大内義雄と天子恒久との対立があった。大内義雄は、官合貿易を掌握して、勢力を伸長。一時は、中国九州七カ国に派を唱え、将軍を奉じて、周辺諸大名を従えて、上落をも成し遂げた。天子常久は守護大ながら、合参戸田城を奪って、 守護を追放し、出雲等の参院に基盤を作る一方、大内氏と何度か交戦するも決着がつかなかった。両勢力の接点にあった、秋国では、国全体の国人が一致団結して、そう築いていたが、強国に挟まれていた。関係上、国人の一人である、毛利元成が、集団の統率者となり、戦国大名化した。元成は、 天子氏と大内氏の間で外交的にはバランスを保っていたが、後に天子氏を裏切り大内氏につき、天子春久が吉田軍山城へ向けて進軍。元成は大内義隆に援軍を要請し援軍到着後、天子氏を撃破する。当春方の無本によって大内義隆が死亡すると、八カ国守護となった。 天子春久と大内義長を区別とする闘志が共に力を持ちきっ抗するが、当春方が、五福島の戦いで、毛利元成に撃たれ、大内氏は毛利氏に攻められ滅亡する。さらには、出雲国においても、天子春久の急死によって、天子氏は衰え、毛利氏に攻められ、難攻不落と称えられていた今の島根県安木市に、あった合算と打城に籠城するが、 兵浪攻めに相会場した。これにより毛利氏は中国の覇者となる。元なりの孫、毛利輝元は織田信長に追放された将軍足利義明を庇護し、天下統一を目指す信長の西国信仰に対する最大の抵抗勢力となる。また、天越最高を目指す山中高生がたびたび挙兵するも、これを退りける。だが、 織田軍の中国方面軍の橋場秀吉が攻めてくると、三木城、鳥取城、高松城が次々と落とされた。しかし、本能寺の変が発生すると、照本は、秀吉と和睦し、秀吉も、軍を返し、命拾いした。その後、毛利氏は、豊臣氏の配下となり、四国攻め、九州征伐、小田原征伐などで活躍し、照本もご大老に就任する。 1589年に照本は、海運の利を生かせる広島城の築城を開始し、江戸時代を通じて城下は、秋広島藩42万6千国の拠点として発展した。豊臣秀吉の死後、徳川家康と石田三成が対立して発生した、関ヶ原の戦いにおいて、照本は、西軍の総大将を務め、戦後に、巣訪。 長戸の二カ国の三十六万九千国に封じられた。この他の主要戦国大名としては、備前の浦上氏同じく備前の浮田氏などがいる。浦上村宗は、張リ赤松氏の重心であったが、赤松正則の死を機に下国上し、赤松両国の張リ国、備前国、三正カ国を奪う。霊落した、細川高国を放じて上落も果たしたが、 三好氏に敗れて戦死した。浦上氏は、胸陰の台に入ると、重臣、浮田直家の離反によって崩壊する。微前国を主中にした浮田直家は、橋場秀吉が、張間姫路城に入ると降伏、自身の着手、浮田秀家を秀吉に、人質にするなどした。秀家は、関ヶ原の戦いで西軍の戦法を務めたが、戦後に、 西軍の中心武将と見られて、流罪となり、大名としての浮田氏は滅んだ。東四国は、近畿に近いだけでなく、細川氏の勢力基盤でもあったから、近畿の清掃にしばしば巻き込まれた。しかし、周囲に敵たる勢力は存在せず、長宗加部氏の四国統一戦まで、ほぼ両首の顔ぶれは変わらなかった。阿波は、細川氏が支配した。あとに、 無矢の三好氏に実質的にとって変わられるが、細川氏自体は江戸時代まであわや方として存続した。戦国時代には勝水城が阿波統治拠点となった。佐抜は東佐抜は守護大の安富氏が統括していたが、後三好氏一族の三好長政を迎え入れた、北軍、上田一族の統合氏が三好氏の大官として勢力を伸ばし、 早い段階で、東、佐抜を総括した。西佐抜は守護大の香川氏が、毛利氏などと結んで、当初は、三好氏と対立するが、前通寺が戦後、三好氏の支配下に入った。しかし、三好氏が衰えると、お田氏へなびくようになる。伊予は守護の河野氏が、中予伊予宇都宮氏が、大水一帯、西恩寺氏が何を割拠したと言われる。 地理的に細長く山岳地帯が多い上に、中国、九州と近いために常に、毛利氏、大友氏の干渉にさらされることになり、一国を統一した国へ侵略するような勢力を持てずに、終わった。しかし、長祖壁の侵略に際しては、頑強に抵抗した。土佐の守護は、細川氏であるはずだが、七守護と称した豪族が、土佐中央部に割挙。 は軍に疎開してきた一条氏を名手と仰いだ。一条氏は七守護の三倍強の力を持って、土佐政治に関与した。後、一条氏の援助によって最高なった長近、長祖壁国地下、長宗壁元地下が七守護や一条氏を追放して、土佐を統一する。そして土佐平定五十年かけて1585年に、四国を統一した。淡路は守護、細川氏が統治していた。 後、秀吉の四国攻めのため長祖壁氏は、土佐一国に押し込められる。戦後処理を見てみると、秀吉は、阿波に、八塚家政、佐抜に、戦国秀久、伊予に、小早川高景と信任できる人物を集めている。九州の武家は、平家法だったため、鎌倉幕府を開いた、源の頼朝の信頼は薄く、頼朝は、九州の抑さえとして、 関東では無名に近いが近親として取り立てていた、小西大友市、島津市を大官的存在として、九州の守護都市、鎌倉時代、筑前、飛前、武前は、小西市、畜後、飛後、文後は、大友市、薩摩、大隅、日向が、島津市と九州の統括体制がなされ、その下に地頭として、平安時代以来の松浦市、秋月市、鎌町市、 菊池氏などの元平家法の武家が挙していた戦国時代当初、小二、大友、島津の三氏は権益を守るべく、また、自党出自の諸国の国人豪族は自立するべく、戦いが展開していった。しかし、小二氏の勢力は、九州短大に敵対したために、室町時代後期にはすでに衰えており、宗方氏や麻生氏など、畜前、武前の国人は、 中国地方の大内氏の影響を受けた。小二氏は、非前、津島の兵を率いて、大内氏総統に何度も筑前に侵入するが、逆に、大内氏の側についた竜蔵寺氏の下国城により、滅ぼされた。この大内氏が、当氏によって滅ぼされると非前は自立。筑前と武前は、大友氏の干渉を受けた。 当氏を滅ぼした毛利氏とも族が両国に存在したため毛利氏と大友氏は北筑前にて戦いを展開する。大友氏は文豪拠点に南筑後の蒲町氏を筆頭とする筑後十五条が万挙する筑後、さらに阿蘇氏や相良氏の肥後に勢力を伸ばした。当氏が大内氏を滅ぼすとこれを支援し武前、筑前をも得た。また大友宗麟は同時に キリスト教を保護し南蛮貿易を盛んにした。しかし、大友氏は、島津氏との耳川の戦いで大敗、家臣や幕下の国人の離反が、相次いで急速に衰えていく。それを機会に、比前では、小西氏に対する謀反で勃興した竜蔵寺氏が、勢力を拡大、竜蔵寺高信の,の代になって、ほんの一時期、大友、島津と肩を並べるまでに浸透したが、 沖田縄手の戦いで、高信が戦死すると急速に衰え、やがて重心の鍋島直重が変わった。島津氏の戦国時代は、一族内部の争いで始まった。しかし分家の島津忠義の子、島津高久が本家を継いだ。家道院氏、菱し氏、かり氏、肝月氏などの、あまたいた豪族と戦いに明け暮れ、その後、島津高久の息子の島津義久の指揮のもと、 薩摩、大隅を統一。木崎晴の戦い以後は、伊東氏を平らげ、大友総林との耳川の戦いで大勝利を収め、薩摩、大隅、日向三州統一を完全なものにし、九州統一戦を開始した。残すは、筑前、武前の海というところで、豊臣秀吉の中央軍の介入が始まり、降伏した。戦国時代の諸勢力は、必ずしも、 全機関隊もなく、合戦に明け暮れていたわけではないが、少なくとも、勢力間において発生する諸問題の解決に、際して行使可能な手段として、武力、すなわち、軍備の果たす役割に注目が集まる傾向にあった、ことは確かであり、諸勢力は、軍備の整備、維持、向上にを払っていた。そして、これは、戦国、大名や、国人、土豪層は元より、 宗教組織や自治組織においても同様である。宗教組織は依然として、総兵組織の維持や戦闘拠点となり得る寺院の造営に力を振り分けた。あるいは自治組織においても、矢倉や兵衛、看護のような防御施設の構築、浪人の傭兵化を行った。彼らの中には特殊な戦闘技術を発達させ、忍者集団となった者も,もいる。 さらには、一部の区下も限定的とはいえ、必ずしも自衛目的のみとは言えない、軍事活動に自ら携わるなど、あらゆる階層を通じて、ある種の力に対する信奉があったことは注目される。長篠の戦い戦国時代における合戦には、大名同士の自衛行動や小競り合いといった、低強度の武力闘争から、領地支配をめぐっての軍同士の衝突。 城を舞台にした、工場戦、老城戦、戦国時代に含めるか否かは別として、少なくとも戦国時代の延長線上にはある、関ヶ原の戦いのように、連合勢力同士の改戦、決戦といった、後の国家総力戦にある程度儀しうる戦争形態、さらには、外政戦争である文禄、慶長の役まで、多様な戦争形態が見られる。 武力紛争の総数から見れば、その大部分は、隣接する非友好的な勢力が互いに、領地、あるいは、影響を及ぼし得る勢力圏の境、境付近において繰り広げる、小競り合い、高層レベルの応酬であった。この中には、敵兵力に対して、実力を行使するだけでなく、隣接勢力に対する、嫌がらせの意味も含め、日常的な焼き打ちや稲、稲なぎ、 麦なぎといった工作妨害も含まれており、結果として、そのエスカレーションが大規模な軍事行動を誘引する面もあった。合戦においては、武将が名乗りを上げ、それに敵武将が呼応する形で、武将同士の一気打ちで決着をつけることも多くあった。打ち取った武将の首は持ち帰り、これが多いほど手柄とされた。1543年に、 大隅国の種ヶ島にたどり着いた、ポルトガル人から種ヶ島時高が鉄砲を買い取ったのが、日本への鉄砲伝来とされるが、鉄砲の戦闘への導入は、大きな軍事的革命であった。これまでの牙、弓、槍、長厚か、刀剣といった武器に鉄砲が加わり、鉄砲隊を組織するようになった。1575年の長篠の戦いでは、織田信長は、 多数の鉄砲を用意して、武田勝強を破っている。1584年の沖田縄手の戦いでは、島津家久、有馬春信連合軍が数で勝る龍造寺、高信軍を、鉄砲隊による奇襲で破り龍造寺高信を戦死に追い込んでいる。覚勢力の軍事力には、地域差が存在した。織田信長が、統一戦の中で、 積極的に大砲を使用したのに対して、豊臣秀吉はあまり大砲を使用しなかった。信長は主に技術水準の高い機内とその周辺の勢力との戦いが多かったのに比べ、秀吉は外域の勢力との戦いが中心だった。そのため大砲を使用する必要性が薄かった。文禄2年、非前、名古屋に参陣した、道の区の大名、 南部信長は、豊臣軍の軍事力に驚嘆し、やや自虐的に、この旅の御人など見ずして在所にある人は、誠にあぶ、かにもおとりたるていにてそろう、東土、天竺日本三国の揺るぎ立てるお弓や、末ッ松大未来にもこれあるまじくこうと記している。戦国、食法期の軍事力の地域差は、非常に大きかったのである。 姫路城、松本城、江戸時代の姫路城に見られるような城郭全体に主要構造として、石垣が及び、祖先建物で瓦吹き屋根に、漆喰塗り米という食方形城郭や後の金星城郭の特徴は、織田信長の岐阜城や安土城などが築かれた頃に登場したものである。戦国時代に追記あるいは使用された城の大部分は、 基本的に土を盛ったり掘削したりして築く土の城であり、石垣は部分的に用いられた程度であった。戦国時代の城は従来、室町時代に普及した爪の城として使われる山城と生活区域の巨漢との関係性と同じように、防御施設としての山城と山城の麓の根小屋と呼ばれる館の二元構造と考えられてきた。 1945年以前、日本の考古学調査は、戦国時代の定石では、安土城の天守台と本丸部分で行われたのみで、考古学の対象となっていなかったが、1970年代に田中閣営によって提唱された日本列島、改造論によって、国土開発が積極的に行われるにあたって、中世の定石も発掘調査の対象となった。 その頃行われた小谷城の発掘調査によって山城に礎石建物が出土したことから山城に住居施設が存在したことがわかり観音寺城や沖潮城などでも同様の構造が判明したなお小谷城と観音寺城は山麓に館があったことがわかっているまた小谷城石山城からは3万7000点の陶磁器の 出土があり、このうち食器や豆苗に使う素焼きの小皿、瓦家が3万6千点以上を占めており、小谷城では山上に生活施設があったことが推定されている。これらのことから、戦国時代後半には、守護大名や戦国、大名などは、山麓だけではなく、山上にも生活施設を設けて、機能によって使い分けていたと、中井人氏は考えている。また、 石垣については、従来1576年築城の安土城に始まるとされていたが、それ以前の15世紀後半にも高さ4メートルほどの石垣が積まれた城郭が築かれていたことがわっている。近年においては、各戦国大名がそれぞれ得意とし、特徴を持つ追記術を個々に扱った研究も進んでいる。これは、 各戦国大名固有の戦術ドクトリンとも密接に関連しており、海、武田資料内における城を中心として見られる、迎撃と射撃が補完し合う拠点としての丸、前田市や、関東のご法上資料内や九州北部地域の城を中心として見られる敵の進行経路を完成する、縦彫り、あるいは、ひな銃が多く流通した機内を中心として見られる、 射撃拠点としての櫓や暴露を多く伴う城など、地域ごとに様々な縄張りへの工夫が見られる。16世紀末期になると、これまでの軍事的拠点としての山城から、商業、経済の中心は、平地や沿岸部に築城した平城の城下町へと移っていった。中世の列島社会は生産力水準から、機内金国地域、中間地域、 辺境地域の三つの地域に分類されている。中世の日本列島では、米と麦の二毛作が普及し、15世紀の期内では、三毛作を実施している地域も存在した。麦は、米と違い非課税で、収穫のすべてが、農民のものとなる。そのため農民にとって二毛作の重要性は高かった。中世の日本の農業生産は、 二毛作の普及の他用水の整備、土地の改善によって向上していった。戦国時代は、戦乱の影響もあって人や物の流動が活発化し、貨幣の持つ相対的な価値が向上した。戦国時代初期には官合貿易及び一種の密、貿易である、死貿易といった秋らとの貿易や、南蛮貿易によって、民から薄来品だけでなく、 大量の銅線の導入を図り、貨幣経済の確立を成し遂げる段階にあった。また、ヨーロッパ人の来航とともに、金銀比価の関係から、金銀の輸出入が盛んになった。世界遺産にも登録された岩見銀山に代表される、金山銀山の運営が、経済の発展に伴い重要性を増した。この頃、金銀の品位改善のための配布法や査鉄による、 たたら生産などといった新技術も導入された。金山、銀山の保持が主目的の城塞も築かれ、金山、銀山といった権益が絡む戦国大名同士の争いが繰り広げられることもあった。1568年に織田信長が上洛すると、これまでの座、問丸、株仲間を排斥し、楽市、楽座により自由な市場取引を推奨した。 その後の豊臣政権においても、直轄地及び全国の大名領において、落一、落座が推進された。市場取引の活発化にも伴い、これまでの両国貨幣から統一貨幣の発行も秀吉により行われた。その一方で農村部では各地に存在した荘園は、戦国、大名や黒人領主による横領の対象となり、荘園制は解体する。 だが、徴税体制の中に依然として、従来の名体制、食の体系を継承した部分も残されたものの、次第に、大名主導による年貢などの負担の平均化が進められた。また、一地一作人原則が確立されて土地に対する仮行が盛んになり、家事し作得分が成立するようになる。戦国大名のもとで大規模な神殿開発や、 灌漑整備が進められ、追記技術で培われた土木技術が農業面でも応用された。10、阿久省によれば100万丁部とされた全国の田畑面積が、慶長年間の慶長日本図、編山においては160万丁部であったとされている。さらに各地で、米以外の特産物も、盛んに生産されるようになり、山城。 大和の茶焼き井のみかんなどが知られるようになった。また、木綿栽培が普及したのも、この時期である。商業中心地としては、ハブ港としての役割を担った、堺や博多が栄えた。拠点間輸送には、水運が多用され、東南アジア地域の輸送ネットワークの一部としても、機能していた。堺の繁栄は、特に顕著で、海合州である、ナヤ州による、 合議制のもと、自治を行い、都市全体に堀を巡らし、老人を傭兵として雇うなど、戦国大名による支配も拒絶していた。他の都市としては、京都や地方では、山口、小浜、品川港なども、集積地や、中継拠点としての役割を果たしている。戦術の個人戦法から、集団戦法への返還は、武器や、甲冑の需要を増し、 カタナカジラの職人も、それまでの名物としての一品生産を中心とする、生産方法から、ある程度の使い捨てを念頭に置いた大量生産を行うようになった。さらに、ひなわなど柿類の流入は、従来、非常時には、挑発によって、かなりの部分をまかない得ていた、軍需物資に、火薬など大量消費型の品々を加えることになり、 ロジスティクスの重要性が高まった。茶屋、白郎二郎のように、戦国大名の兵団を受け負う商人も出現した。藤木久氏は、著書、造氷たちの戦場などで、戦国大名の英雄的な活躍の陰で、繰り広げられた造氷たちの食うための戦争について論じている。武士たちのぶつかり合いによる戦闘という戦場の一般的なイメージの裏で、 造票たちは戦闘以上に、乱取りと呼ばれる、略奪行為に熱中していた。崩壊やカッタによる略奪、そして、一般民衆や農民を奴隷として拉致するという、現在であれば、戦争犯罪に当たる行為が、戦国時代の戦場では認められていた。農民から徴用されたばかりの足軽にとって、手柄をあげない限り報酬は出ないが、名のある武将を討ち取るのは難しく、また、 大名の方でも彼らの士気が下がらないようにしなければならないため、兵たちの乱取りを黙認あるいは推奨した。藤木によれば、越後の上杉謙信は他国出兵を積極的に行っているが、これは短期、長期に関わらず冬季に行われており、出稼ぎと口べらしの性格を持つものだという。奴隷狩りと略奪は、 各地で行われた記録が残り、キリスト教宣教師を通じて海外へ売り払われた人々もいた。こうした背景から豊臣秀吉は1587年にバテレン追放令を発布して、キリスト教を禁じている。なお戦地での略奪以外のカッタは対立する、大名量の収穫量を減らし、経済力を奪う目的の暴略という性格が強かった。 戦国時代初期の文化は、北山文化や東山文化と同様に、禅宗などの強い影響を受けている。下国城を胸とする、戦国時代の気風は文化をも覆い、次第に、合奏を胸とする桃山文化の発露への布石となる。特に、千利休による茶の湯の体制は、禅の思想に基づく、詫び、サビの美意識と、豊臣秀吉の発案との言い伝えを持ち、 履修について、意見の分かれる、金の茶室という極限的な豪壮さを一つに、内包したものといえ、今も日本文化全体に強く影響している。戦国時代に活動した画家には、雪州東洋、雪村周景、土佐派の土佐三信、仮の狩野派の加野元信、長谷川東博らがいる。また、室町時代から、文芸や画をたしなむ武将が現れると、現在においても、 作品の美術的価値が評価される武家の人物には、高津の時折々や、武田信虎像、大井夫人像で両親の肖像を残した、武田信虎虎がいる。文化の担い手としての天皇や公家は、この戦乱の時代には、文化の壮伝に存在意義を乱すことを強いられ、自らも見出していた。あ上演や細川雄彩といった、文化人の武家をも巻き込んで夕食古日や、 古今伝授という文化の送伝を続けた。彼らは戦乱を避けて地方に疎開することもあった。土佐の難画などは、そのようにして伝わった。区下社会でも、この絵家のように、足利将軍家と婚姻を結び、地方の大名、武士と朝廷との間を取り持つことで、社会的な地位を、ある程度まで保った層から家領を武士に奪われて、 生活に困窮し地方に疎開するだけの人脈も持てずに没落した層まで様々であった。英章16年に発生した小清水城の戦いをめぐる当時のこの江直通りの日記、御法上時間ク記と和潮高安の日記、日水記を比較すると両者の違いが明らかとなる。この江直通りのもとには合戦当事者を含めた武将やその家臣、 僧侶など様々な身分の相手から情報が寄せられて、合戦の事情を把握していることがわかるのに対して、わしを高安は、公家社会の風説を聞いて、恐怖するのみであったことが知ることができる。後者のような公家は、武士層など、他の階層とのつながりも持つことなく、やがて歴史の中に消えていくことになる。武家は名家のみならず、信仰の勢力も、 文化振興に寄与している。これは文化を取り込んで白付けするという面が強いが、動乱の時代に文化によって心を休めるという、安らぎを求める、思いの表れとしても捉えることができる。素王の大名、大内義隆が慶の貴族を多数招いて、山口を経過することに尽力したのはその例である。宗教については、日蓮宗や浄土真宗といった。 遠征気分と免罪への求心から発しその後、旧征への渇望と強い結束を見せた宗派の布教が成功している。その一方、伝来したキリスト教も広がりを見せていく。日本は、アスカ時代の仏教伝来より、神仏集合に基づいた神や仏への信仰が厚かったが、戦国時代には、さらに天と思想が、 戦国武将に広がり、天雲を司るものと認識され、仏教、儒教と神道が結合した、天と思想を共通の枠組みとした、諸州は一つという日本をまとめる、一つの体系ある宗教を形成して、大名も含めた、武士層と、広範な庶民の考えになり、日本人に深く浸透されるようになった。戦国時代初期、山と幸福寺。 別当の仁尊は、大乗員寺社雑事期、文明9年12月10日上に、中んづく、天下のこと、さらにもって、めでたき司祭これなし。金木においては、大見美野、尾張、遠美三河、飛田野戸加賀、越前、山と、河内、これらはことごとく皆御下寺に大勢ず、年貢など一向に信条せざる、国境なり。その外は、紀州。 摂州、越中、泉、これらは、国中乱ル,ルの間、年貢などのこと是非に及ばざるものなり。さて久保五下寺の国々は、ハリマ、ビ前、美ミマサ中、ビンゴ、伊勢、伊賀、淡路、四国などなり、一切五下寺に応ぜず。守護の体たらく、乗り体においては五下寺貸し込み入るよし申し入れ、巡行など、これをなすといえども、守護大以下在国のもの、 なかなか松因能は、ざることともなり、よりて、日本国は、ことごとく五下地に大勢ざるなりと知るし、現在の中国、四国、近畿、東海、北陸をもって、日本国のことごとくであるとしている。一方、戦国時代末の天正九年、織田信長は、毛利氏との決戦の意思を明らかにした際、今度、毛都心へ人数交換としてまかりいずるについては、 信長公御出馬を出だされ、東国、西国の人数肌を合わせ、ご一戦を遂げられ、ことごとく打ち果たし、本朝滞りなくお心一つに任せらるべきの胸、上位にて、各その覚悟つかまつりこうと語り、東国と西国を合わせれば本朝は、滞りない状態であるとしている。豊臣政権期には、国土認識について変化が見られた。ルイス・フロイスは、 九州平定の前年の天正14年10月17日付書館では、豊臣秀吉のことを、ほぼ全国の君主としていた。しかし九州平定の翌年、天正16年には秀吉を、日本全国の絶対君主、日本全国の国王と呼ぶようになっており、豊臣政権期には、九州が、日本国の一部と認識されていたことがわかる。ありがとうございます。